はい、皆さんこんにちは。今日はお母さんと一緒の公園に行きましょうについてですね。この歌も作田治虫お兄さんとなっていますね。今回のこの曲、とても爽やかな曲ですよね。健太郎お兄さんとあゆみお姉さんのとても若い昔の頃の歌なんですよね。最近ではファミリーコンサートなんかではよく歌われているイメージがあるんですが、ちょっと歌われる回数としては少ないのかなと感じます。今後もこういう爽やかなミュージッククリップなんかができてくれるととても嬉しいなと思いました。はい、今日はお母さんと一緒の公園に行きましょうについてでした。次の動画を楽しみにしていてくださいね。